京都市出身の画家、増田海さんの個展が高崎市内で開かれています。高崎市の洋菓子製造販売のガトーフェスタ原田では、地域の文化振興に貢献しようと本社ギャラリーで年に2回作品展を開いています。今回紹介しているのは、京都市出身の画家増田海さんの空き家をテーマにした作品19点です。ギャラリーの広々とした空間にインテリアのように作品が飾られています。作品は実際の空き家を題材に、その静かな存在やかつてそこにあった人々の営みを表現しています。増田さんは建物や植物などを題材に、多様な筆使いで明るく豊かな色彩の作品を生み出しています。会場には風景などの具体的なモチーフを描いたものもあれば、抽象的なイメージの作品もあり、幅広い表現も見どころだということです。増田海さんの個展は高崎市のガトーフェスタ原田本社ギャラリーで来月4日まで開かれています。